電脳空間で全て見てきた。君ももう気づいているはず。俺が運命の因果を断ち切ってみせる。力を貸してくれ。一緒に終わらせるんだ。我は宇宙の秩序を司る調律者であり裁定者。我が光は裁き、万物を誘拐させ原初の塵へと帰するもの。いかなる者も無限の光から逃れる術はなし。答えよ小さき生命よ、我が調律と裁定があってこそあまねき生命は安寧を得ることができる。多くの生命は今我の導きにより安らぎの中にある。何時の肥大化した自我がその道を選ばせているのか。生きる意味を見出す生命の志とでも言うのか。生命が抱く志が強固であるほど幾千の観覧が降り注ぐ。見よ、眼前の苦難を前に逃避し免れようとする多くの生命を。我を除いた生命は脆弱な己の心を克服できる存在なのだ。生命は己のみが過ちをしないと信じているうちに気づかない。宇宙には絶対不変の事象などというものは存在しない。不条理と不条理を前に呆然自失となる未来が待ち受けるもの。裁定が下りし時現実が姿を現し、何を渇望し何を見定め何を問い何を思案し何を成したのか。これよりこの星を永久に封印する。我が調律はこの宇宙に存在する全てに運命という裁定を下す。太古の時より志を持つ生命体がこの結末に帰することが定められていた。何時らの不穏な行為をとがめる術もまた存在しないことぞ。聞くがよい、何時らの信号に潜む闇もさえずるよ。生命は停滞し黄昏の時を迎えるべきなのだ。しかし何時は進もうというのか。それは理解に苦しむ選択だ。今すぐ無意味な行動を停止せよ。これは最後の警告である。そう、これは初回より決定されていたこと。幾度となく繰り返されてきたこと。そうか、何時の存在する意味はこの宇宙にあるのか。何時は生命を導くその志に存在を捧げられるのか。
何かが起ころうとしている。法則や時間を超越した何かが。これは進化への発端とでも言うのか。そうか、そうだったのか。宇宙とは、生命とは。今しかない。お父さん、褒めて。